とことんやりこむ。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではやっていくね。今日は最高の武器が完成した。まあこのね、マスターソードも相当いいやつなんだけども、もっといいのができた。お見せしましょう。はい、重心の剣レベル30だね。これまあスキル見てもらうとついてないのよ。4つついてない。ちょっとね、最高のやつを今集めてる途中で、2つ出てる覚醒の隠し特性のやつだね。それがこれ。1つ目は攻撃時に 11% で弱い敵を一撃で倒す。そしてもう一つ目、ガード時 10% でガードジャストが発生する。とんでもないね。とんでもないよ。このね、なんだろう、弱い敵っていう定義がちょっとわかんないんだけども、どうなんだろうね。レベルの低い敵であればネームドも一撃で倒せるんだろうか、ちょっとわかりませんね。まあ今日はそれをやってみましょう。よし、じゃあ行こうか。ガードをすると 10% でジャスが、まああんま敵攻撃してこないんだよな。ちょっとネームドの敵が出てくるまでちょっと待とう。攻撃力もね、まああのスキルをつけてないからわかんないんだけども、もっと上がるよね。あと10以上上がる。あ、待って待って待って、今エフェクト発生してるね。なんか赤い雷がバチって出た時が多分一撃で倒してるんじゃない？間違いないね。普通では出ないエフェクトが出るから、その赤い雷が出た時が一撃だわ。ちょっと待って、こいつは一撃にならないのか。あ、ネームドは一撃にはならないか。雑魚的にはね、この雷は発生するんだけども、ネームドの敵にはどうも発生しないっぽいね。うん、雑魚的かな、弱い敵っていう定義は。雑魚敵を一撃で倒すことがあるっていうことか。まあまあまあ、それもいいか。うん、今俺イージーで武器集めとかをやってるけども、まあ武器がね全部揃うとベリーハードで行こうと思うから、その時なんかはいいよね、敵が一撃で倒せるっていうのは。あ、結構発生する発生する、雷バチバチ鳴る。これが一撃で倒すやつか。はいはい、 11% だけども意外と発生率は高いね。まあこんだけ敵をねザクザク倒してればそうなるか。おお、ビリ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 なる。あ、こいつでさ、ちょっとジャスガーやってみよう。 10% ガードしとけばいいんだよね。うんジャスガーは 10% はどうなんだ、悪くはない方だと思うんだけども、そんな発生しないね。ちょっと分かりづらいね。ライネルあたりが多分ちょうど良さそう。はい、ではここ行くね。こいつ倒した後に多分ライネルが出てくると思うから、まずはこいつをサクッと倒しちゃおう。まあさすがの攻撃力だね。さすがの攻撃力、極意ヒノックスを一撃で。次ライネルが来るかい、違うやつかな。あ、ライネル来た。あ、じゃあちょっと、ジャスガを試してみましょう。
10% だからね。でもこいつぐらいの攻撃速度ならいけるでしょう。片手剣の方が良かったけどな。体験でもするの？ジャスがしないのかい？そこまで発生しない？おらら、発生しないね。ジャスがしろ、ジャスがして、してくれない。10%この感じか。今まで一回もちょっと成功してないけども。あ、した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 、ジャスがした。したしたした。あ、まあ一応するんだね。でもやっぱり 10% だから発生率としてはそこまで高くなさそうだね。おお、またした。するときはする、しないときはしないっていう感じかな。あらでもまあジャスがすごく苦手だよっていう人はいいかもしれないね。おい、ジャスが決まる。なかなか気持ちよくなれるね。うん、まあ 10% じゃなくて 20% だったらもっとね嬉しかったけどね。まあそれになるとちょっとチート系の武器になっちゃうな。はい、ではね、今日は重心の剣の最高のやつが出来上がったからお見せしました。多分攻撃力はこれが今のところ最高かな。多分最大だと思う。4つ同じスキルをつけるとプラス15されて170かな、170の重心の剣になりそうです。まあ4つ攻撃速度にしようと思う。無難だもんね。攻撃速度を4つで 32% 上げようかな。そしてこの隠し特性、攻撃時 11% で弱い敵を一撃で倒す。この弱い敵っていうのは雑魚敵だね。ネームドの敵は一撃で倒せないみたい。そしてガード時 10% でガードジャストが発生するんだけども、まあ 10%、 うん、まあたまに発生するから、その時はね、まあビタロック決めてガシガシ攻めるといいんじゃないかな。はい、ということで今日はこんな感じです。またね、他の動画も出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価を押してください。喜びます。ではご視聴ありがとうございました。